はい、またアマゾンで買ったちょっと安すぎる商品、この遮熱テーブルのレビューです。通常ですね、2999円、まあこれぐらい、3000円台が普通だと思うんですね。で、まあアルミとかステンレスとかいろいろありますけど、まあ3600円、3000円台が普通ですが、今回ですね999円クワスの遮熱テーブル、岩谷ジュニアコンパクト専用、ちょっと安すぎるのでこれはおかしいと思って、購入してみました。で、早速届きました。プライムなので翌日来ます。で、こんな風に、ポストに投函されてて、U パケットですかね、なんかいろいろ来てますけど、欲しいのはこっちです。 A4 サイズの、こんな封筒に入ってまして、で早速ちょっとこの、私の作業部屋で開封してみようと思います。999円なんですけど、これ厚さがですね 2.6 センチぐらいなので、360円の送料がいるはずです。ということは税金も引くと、この会社の売上って572円になるんですね。この572円っていうのをどう考えるかですけど、通常ステンレスの板だけでもですねこのぐらいの値段はしますので、まあ、それをこう加工したり穴を開けたり曲げたりですねっていうのは、ちょっと、この値段では、どう考えてもできないと思うんです。でなぜこの値段なのかよくわからないんですけど、まあそれが実はっていうオチがあるのか、確認してみようと思います。まず足ですけど、まあありがちなのはこうカパカパしてですね、足がこう、定まらないなんかあるんですけどね、そんなことはなかったです。しっかりしてました。でこう四隅を押すと、実はこう傾いてて、カッタンカッタンすると、どっかの足が地面に接してない、それもなかったですね。ちょっとありがちなところをなんか荒探しするみたいですけど、天板の水平ですね、これすごいですね。もうむしろ優秀ですね。なんかちょっと悔しくなってきたんですけど、手前側長辺ですね、これ本当に水平保ててますね。これ十分に合格基準以内ですね。奥側も完璧と、ちょっとむしろ優秀ですね。でよくあるのはこの、切断面がこう波打ってるとか、バリが出てるとか、なんかこうふにょふにょとこう曲がってるとか、そういうのありがちですよね。あと足を広げた時にその、まあ、歪んでて、片一方はその壁に接して足が止まってるけど、もう一方は接してないとか、まあ、左右の歪みがあればそんなことよくあるんですけど、ないですね。まあ、あえて言うとここちょっとへこんでるような気がするんです。1ミリほどですか。これが999円の理由っていうのはちょっとこじつけですよね。まあここも微妙にバリがあるようなないような、まあただ触って怪我するようなバリはなかったです。直角もそうですね、29センチと 18.4 センチ、完璧に直角取れてます。でこの足の部分の切断面、これがこう刃物のようになってたり、よく曲げがですねなんか左右でこうずれてたり、高さがまあ、ありがちだと思うんですけど、この辺もですねカットが実は左右対称じゃなかったり、ロゴが消えてたり、ことごとくチェックしたんですけどね、なんかだんだん、本当に、悔しくなってきましたね。これ切断面磨いてはないんですけど、傷つく感じもないの でこの水平度、もう文句つけようがなくて、過去に買ったこの遮熱板は一体何だったんだろうと、これも2000円ぐらいしたと思うんですけど、もう使わなくなっちゃいますね。このクオリティで999円というのはちょっともうあれですね、おかしいですね。はい、値段がおかしいという結論に達しました。ということで実際に使ってみて、さらにどこか、オチがないのか調べてみようということで、カセットコンパクトガスバーナーですね、岩谷の純正品、これを、使ってみようと思います。何でしょうね、3000円台でこうある程度も数が売れて、もうその在庫処分のために、まあ、置き場もないということで、まあ、赤が出なければいいよみたいな値段にしたのか、だけど赤出ないんですかね、本当に。ちょっと570円というのはですねよくわからない値段ですね、どっちにしても。
でこれはAmazon プライム価格というわけではなくて、プライムデーの1週間前ぐらいからこの価格だったので、多分在庫がはけるまではこの値段続くんではないですかねと思ってます。でカセットを入れてもですね、その何でしょう、その天板との距離は多少空いてますので、こう熱くなって爆発の危険性があるとかいうこともなかったですし、30分ほどですかねつけてたんですけど、全然その周りが熱くなりすぎて持てなくなるとか、なんかそんな目立った結果も見当たらなかったですね。見当たらなかったですね。ということはこれは、使えるということではないかなと思います。はい、とても丈夫でステンレスですね。まあステンレスなので若干重いんですけど、ただアルミと違って頑丈ということはいけると思いますので、999円に対して不安がある方は、まあ、私に届いたものはですね問題なかったので、参考になれば幸いです。